超絶キャラを運極にするよ。おお、普通に超絶キャラの運極なんだな。このステージってことは、もちろんあのキャラね。うん、今回僕が運極にするのは、ご存知の通り、イザナミだよ。クイバタで回れるから楽だよな。そうそう、大体このクイバタに、ベンダン D2 で周回してたよ。マルチで周回してたのね。うん、サブアカを使って、3台打ちで回ってたよ。ていうか、思いっきり序盤で下ってるわね。だね、よっぽど直前まで勝ったかな。よし、問題なくボス戦まで来たよ。さあ、こっからが本番だな。まあ、イザナミの倒し方は、今さら説明不要だよね。確かに、今さら感が強いわね。とりあえずここは、右のネクロを倒しながら、雑魚を一掃していくといいよな。そうね、あいつがいると毎ターン蘇生して厄介だものね。その次に厄介なのがワープ野郎だけどね。確かに、配置によっては全然動けない時は無音な。上級者になると、イザナミの頭でカンカンして、このままワンパンやゲージ探しをする人もいるよね。お前は今回華麗に入れ番したな。まあでも、僕一のイザナミの頭と壁の隙間は、積極的に狙っていくべきよね。そうそう、ガーンって入った時のダメージがすごいからね。にしても、さすがにボス1で下りすぎだな。まあ僕も人間ですからこんなこともありますよ。まあ、ボス1はそんなに急ぐ必要もないしね。そうそう、たまに事故りとしたら、赤いバハムートのいるボス2かボス4だよ。ああ、わかるわそれ。赤いバハムートの反射レーザーとか痛いものね。次がそのボス2だな。まあ、事故るって言ってもごく稀にだけどね。ここは、ボス1みたいに、イザナミに特攻して突破、出しにくいから。僕はちゃんと雑魚処理してからイザナミを攻撃してるよ。ほんと、情報修正してからのベルの流動は強いわよね。うん、迷ったらとりあえず流動コンボを狙っていけば、いつの間にか雑魚処理されてるもんね。確かに、イザナミってボスも厄介だけど、それ以上に道中の蘇生ループが厄介だもんな。ほんとそれなんだよね。死ぬことはないにしても、下ると周回回数が少なくなっちゃうからね。イザナミって、だいたい2時間しか降臨しないものね。そう、だから1回でも多く回るためにも、個人的にはベルを2体以上連れて1体です。でも、この編成だと誰もワープに対応できないわよね。そうなんだよね。ワープ野郎を素早く処理できないと、さっきみたいにワープで遊んじゃうからね。お、今のはなんか知らんがめっちゃ突破な。よしよし、次のベルでここは突破かな。うまく下でカンカンできればいけそうね。よし、ここも問題なく突破だね。ちなみに、運極まではあと何体なんだ？今、ラック97だから、あと2体欲しいんだ。運は国とお助けたから箱を追加してるから、多分2体ぐらいなら落ちそうよね。とか言いながら1体とかで終わったりして、嫌でもグラブタコンだし。まあ、今はバトルに集中しましょ。厄介なネクロはすんなり処理できたな。ワープ野郎もすぐ処理したいんだけど、全員左側にいるっていうね。確かに、これだと狙いにくいわね。あ、ここって確か、下ってるとダメを出るよな。そう、上にいるでっかいチームガンザ。後半になると順番にダメを展開していくね。クイバタ的には壊したいチームドンだな。あ、アタシ何度かそれに焼かれたことあるわよ。まあ、みんな何度か経験あるよね。ちなみに、なんでサブアカとマルチで回してるんだ？兄貴とヨシさんと回ればいいじゃねえか。それが、あの二人はやる気がないみたいなんだ。あ、私その動画見たわよ。二人とも、ガチャは回すんだけど、超絶とか爆絶は、全く周回しないんだ。いつか動画で戦うかもしれないのに、練習もしてないってわけか。それどころか、ログインも結構途切れるみたいだからね。そりゃさすがのコミチンも怒るわね。まあ、怒るというか、純粋に聞いてたね。このままだと、再生数稼ぎのためにガチャしてるようなもんだから、あの二人にはしっかりモンストの腕を上げてもらいたいよ。なるほど、この運極作りも、あの二人にカツを入れるためのものだったんだな。そうだね、今年はちょっとはやる気になってくれると嬉しいよ。さあ、走行してる間にラストだね。ちょっと位置が悪いけど、いきなり FSH のね。うん、さっきも言ったけど、ここはたまに事故るからね。どこの体力も削りながら、確実に勝ちを取りに行くよ。確かに、ここで死ぬのが一番辛いもんな。あ、でもこの逆転の位置ならイザナミ狙いだね。逆転の位置が真横じゃなくて、若干上なのがもったいなかったな。まあ、それでもかなり削れると思うよ。ほんとだ、ここまで来ればもう安心ね。でしょでしょ。あとは、友情コンボをしっかり発動していけば、なんとな、倒せるんじゃないかな。
インタナークで倒されるイタナミって一体。さあ、次の空馬車で仕留められるかしら。わあ、どうだろう。とりあえず4本のベルに寄せるのは難しそうだね。うん、案の定残ったな。まあでも、これで決まりですよ。問題は、2体以上落ちるかね。いやー、さすがに落ちると思うけどなー。じゃあ勝ったぞー。さあ、どうなるかしら。ガチャに似た緊張感があるよな。頼む、2体でいいんだ。やったー、ちゃんと落ちたぞー。結局3体も落ちたのね。おまけに重心力もな。さあ、このまま一気に合成合成。初めての超絶の運極か。私にはほど遠いやり込みだぜ。イザナミが運極になれば、次はそれを連れてクシナダね。そう、そしてクシナダができれば、ヤマタケ、大黒天、毘沙門天とか、いろいろな超絶に連れていけるからね。確かに、クシナダの足がかりとしてイザナミはいいわね。よし、じゃあそろそろ、混ぜさせていただきますね。おお、いよいよなんだな。ここまで、かなり長かったわね。うん、それもこれも、応援してくれた視聴者さんのおかげだよ。さあ、これでやっとあんたも一人前のストライカーね。今年はこの調子で、超絶や爆絶の運極作りを頑張っていこうと思うよ。また長い道のりになりそうだな。まあ、地道に一体ずつ頑張りますよ。それでは、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。